この細編みの部分だけが立体的に浮いてくるような、そんなパターンです。輪の作り目をしたら、長編み2目の玉編みで一周します。玉編みは8つできることになります。次の段は前段で鎖を編んだところを束に拾って、細編み2目と鎖3目、細編み2目ということで、引き抜きピコットではなくて鎖3目だけ編んでください。一周しましたら次の段です。これもこの細編みを立体的にさせるために、立ち上がり1段目の頭に一旦引き抜いてから立ち上がりをします。中長編み3目の玉編みは鎖1目の裏山を拾ってください。角は長々編み、そしてまた中長編み3目の玉編みが出てきて、同じところに長々編み。この長々編みも1段目の玉編みの頭を拾うということになります。目と目の間から針を入れるというところがポイントになります。4段目は方眼編みの要領で長編みと鎖編み、最終段5段目は細編みで一周してチェーンつなぎにで終わります。輪の作り目をします。糸を二重にして右側に糸端を置いて、輪の中に針を入れて糸を引き出します。引き締めてから立ち上がり2目編みます。糸をかけて長編みです。これが長編み2目の玉編みということになります。間鎖2目編んで糸をかけ、輪の中に針を入れて未完成の長編みを編みます。さらに糸をかけてもう一回針を入れて引き出し、2本抜きます。未完成の長編みです。ここで糸をかけて3本をすべて抜きます。長編み2目の玉編みです。間鎖2目、もう一度ご覧ください。糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出したら2本だけ抜いて未完成の長編み。糸をかけてもう一度輪の中に針を入れ、2本抜いて未完成の長編み。針にかかっている3本を一気に抜いて長編み2目の玉編みということになります。長編みはあまり長く伸ばさないで、大体45度ぐらいの角度で引き出しましょう。これを8回繰り返します。1段目の編み終わりです。一旦針を休めて中心の糸を引いて、糸を引き締めます。長編みの頭、長編みの頭に針を入れます。2本拾って糸をかけて引き抜きます。これで1段目ができました。2段目です。1目立ち上がりをして、前段の鎖を束に拾って細編みを2目編み入れます。間が鎖3目、同じ位置に細編み2目。次のループ鎖2目のところにも細編み2目、鎖3目、同じ位置に細編み2目。2段目はこれを繰り返していきます。2段目の編み終わりです。1目目の細編みの頭に引き抜きをしたら、3段目に行きますが、3段目は裏側から針を入れて、目と目の間から裏側から針を出して、1段目の
長編みの頭に針を入れます。裏から出して長編みの頭に針を入れて一旦引き抜きをします。ここで立ち上がりの鎖3目、さらに玉編み用の鎖3目を編みます。糸をかけて裏山、鎖の3目のうちの1目目の裏山に針を入れて糸をかけて引き出し、さらに糸をかけて引き出し、糸をかけて引き出す、中長編み3目の玉編みです。糸をかけてすべて引き抜きます。さらに鎖1目編みます。次は長々編みです。針に糸を2回かけます。そして目と目の間、細編みと細編みの間から針を出して1段目の長編みの頭に針を入れます。糸をかけて引き出します。長々編みですから1回2回2本ずつ抜いて最後にまた2本、ここで鎖3目編みます。中長編みの玉編みです。糸をかけて鎖の1目目の裏山、1本に針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて引き出し、糸をかけて引き出す、中長編み3目の玉編み、すべて抜いたら鎖1目です。もう1回長々編み、先ほどと同じところに針を入れて長々編みを編みます。ここが角になります。鎖3目編んで糸をかけて、3目編んだ鎖の1目目の裏山です。ここに針を入れて1回2回3回一気に抜いて鎖1目。次は長編みです。糸をかけて目と目の間から針を出して1段目の長編みの頭に針を入れて糸をかけて引き出します。ここは長編み1、2、3、裏山に針を入れて中長編み3目の玉編み、鎖1目、角は長々編みです。糸2回かけて細編みの目と目の間から針を入れて1段目の長玉編みの頭に長々編み、1、2、3、中長編み3目の玉編みをして鎖1目編んで角はもう一度長々編みを角に編み入れます。これを繰り返してください。3段目の編み終わりです。立ち上がりの3目目に針を入れて引き抜きをします。続けて4段目です。鎖3目編み、間の鎖1目です。次の長編みは糸をかけて玉編みのところの立ち上がりの鎖3目を拾って即に拾って長編みを編みます。間鎖1目、次は長々編みの頭に針を入れて長編み鎖1目、角は鎖を即に拾って長編み1目、さらに鎖3目編んで同じところにもう一度長編み鎖1目、長々編みの頭に長編み鎖1目、玉編みの立ち上がりの鎖3目を即に拾って長編み、長編みの上に長編みというふうに間鎖1目挟みながら長編みを編んでいきます。4段目の編み終わりです。立ち上がりの3目目の鎖を拾って引き抜きをします。5段目です。
立ち上がり1目編んで引き抜いたところに細編み1目、間の鎖は束に拾って細編み、長編みの頭に細編み、鎖を束に拾って細編み、長編みに細編み、角です。角の鎖3目には細編み2目編んで、間に鎖1目、同じ位置に細編み2目、また長編みの上には頭に細編み、鎖は束に細編み、1目ずつ細編みを編んでください。5段目の編み終わりです。鎖の上に細編み1目編んで、そのまま糸を切ります。針を抜いてとじ針に通します。細編みの1目目、頭に針を入れ、最後の細編みの頭にもう一度戻って編み目を引き締め、裏側に糸を始末します。中心も引き締めます。引き締めた方と反対方向に糸始末をします。下に引いたので上に糸始末をしましょう。玉編みの足元に針を入れて半周ほど回って糸を切ります。モチーフができました。立体的にするためには針の入れるところ、入れる場所をちょっと工夫していただくと面白い形にもなってきます。配色の変えていただくのも自由ですし、もちろんまたいくつかつないで作品にマフラーですとかそういうものにしていただいてもいいと思います。いろいろ応用して素敵な作品にしてください。